赤池の大赤池圧は、日本の内務官僚、政治家、静岡県知事、警視総監、貴族院議員、長野県萩島郡南城村出身、赤池七江門の長男として生まれる。東京府立一中、第一高等学校を経て、1902年7月、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業、内務省に入り、 京都付属となり内務部第一課に配属。同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。1904年5月、内務属、大臣官房秘書課県地方局勤務となり、以後、福島県参事官、道県事務官、滋賀県事務官,官、警察部長、愛知県事務官、警察部長、兵庫県事務官、警察部長などを歴任。 1913年6月、内務省本省に戻り内務職機関に就任。以後、地方局府県課長、内務監察官、県内務省参事官などを務め、1918年5月、静岡県知事に就任。1919年8月、朝鮮総督府に転じ、内務局長となり、さらに刑務局長を務めた。1922年6月、 内閣拓務局長官に就任。同年10月、警視総監となり、1923年9月1日の関東大震災を迎えるが、同月5日に辞任。同年8月、貴族院直選議員に任じられ、同和会に属して死去するまで在任した。1924年1月7日、警視総監に再任され、同年6月まで務めた。 反ユダヤ主義の思想を持ち、日本民族会や国際政経学会という反ユダヤ主義を研究する団体の主要メンバーであった。貴族院でも反ユダヤ主義的な質問を行っている。ありがとうございます。